何してんの？課金。くそ、俺は今悩んでるんだよ。どうしたの？課金したいアプリが増えた。くそ。くそじゃねえよ、こっちは本気で悩んでんだよ。急に怖。課金したいアプリが増えたということはどういうことでしょうか？課金額が2倍になるということです。くそ。つまりどういうことでしょうか？破産ということです。くそ。何者てんねん。口の中に iTunes カード入れてガタガタ言わしたろか。どんな脅し文句。どうしたらいいんだ、もう終わりだ。一つに絞ればいいじゃん。あ、そんなこと分かってんだよ。くそ。でもさ、なんかさ、今まで大事にしてたアプリやめて他のゲームに課金するとか、なんか浮気してるみたいじゃん。浮気してるんだよ。浮気するか破産するかの二択。俺には選べない、助けてくれ。今ハマってるゲームに課金すればいいと思うけどな。でもさ、でもさ、こんなに課金したアプリほったらかすのさ、なんかもったいないじゃん。くそ。ちょっと放置するとさ、イベントとかでゲットできないカードとか生まれてさ、最近の環境に追いつけなくなるんだよ。なんか大変そうだね。一つイベントやらないだけでなんかやる気そがれるんだからね。そういうもんなんだ。助けてリネゴくん、俺はどうすればいいんだ。もう全部の課金やめれば。くそ。